黙祷。私はまだ海原さんが亡くなられたことは受け止められません。常に県民のために、常に国のためにということで大きな愛情を持って頑張られました。亡くなられましたけれども、私たちの心の中にはしっかりと海原さんの人間に対する思い、家族に対する思いというものが我々の中にしっかり残っております。絆を持ってより一層素晴らしい兵庫県になるように我々は頑張らせていただきたいと思いますし、今日本の中で一番住みやすそうだ、住んでみたい、美しいと言われているのが兵庫県だと私は思っております。自立と共生、安全安心という基本理念、参画と共同の基本姿勢は今も兵庫県政の基軸として生き続けています。20年間の復興の歩みを礎に、新時代の兵庫を切り開こうとする今、誰よりも兵庫を愛し、県民に尽くし、県政に全生活を捧げてこられた海原前知事を失ったことはまさしく痛恨の極みです。私たちは創造的復興を目指した海原前知事の情熱と高い志をしっかりと受け継ぎ、安全安心で元気なふるさと兵庫の実現に全力を尽くすことをお誓いします。故海原俊太郎前兵庫県知事と自治省入省同期でよろしくお願いいたします。